3コーナーから4コーナー逃げる8番のワークアンドラブ後続を突き放しました一馬身半のリード2番手上がってくる4番のグレンセントグレンセントが前を追って回りました3番手には13番ロイヤルパンプ外15番のリッカルド直線に向きました逃げる8番ワークアンドラブ追って4番のグレンセント2頭打ち外広がった3番手離れて15番のリッカルド追い込んで回りました5番のノンコのノンコの夢今3番手前の2頭を懸命に追います粘るワークアンドラブグレンセントノンコの夢 ワークアンドラブ逃げ切ったゴリ逃げ切って、重賞制覇、8番、ワークアンドラブコパさんからも前からね、南関東所属馬で、重賞、勝ったことないから、南関東ではあの他の馬たちがね、勝ってくれてんだけど、所属馬では重賞、勝ったことないから、なんとか頼むよって。 って言われれたたんででで、まあ、それが達成できてよかったですうちにはねあの,のんこの夢もいたんで目がそっちに行ってた部分もあったんですけども花には行くっていうのはちょっとね、まあ、うちにもあのロイヤルパンプという、ね、馬がいますし、まあ、アンサンブルライフも、うん、花をちょっと主張するような形だったのでまさか花まで行くとは思ってはなかったですけどね結果正解だったんですね。 馬の上がりも、えー、よく、まあ、確認してからなんですけども。まあ、あの、こばさんからは。j. B. C. 行くよとかって言ってたんで、まあ。あの、馬が元気なら、行こうかなと思ってます。この馬、少し気難しいところがあるので、まあ、スムーズ、スムズさを大切に。っていう、まあ、心がけていったんですけども、マ、まあ、スタードが重い。 よりもよくて花に行こうとは思ってなかったんですけどハナに行って、まあ、すごくいいペース刻めたので、まあ、最後も頑張って、まあ、ファイトしてくれて強い2投に迫られてあのちょっとどうかなと思ったところもあるんですけども、まあ、このまま競り合いであの負けないっていう僕の中での自信はあったので、まあ、大丈夫だろうなっていう思いで直線は打ってました。なんててうんでですすかね心臓がすごく強く強多少のハイペースでも 持ちますしあの気持ちもあの強いのであの競り合いには負けないですしあのそういうところはすごくいいところだと思いますけどもまだもろさも兼ね備えている馬なので、まあ、その辺が課題かなと思います。